おはよう、今日はどつ。おや先生ね、リュウさんありがとう。褒めてくれると嬉しいわ。ありがとう。そろそろ仕事行く準備しねえとな。髪の毛セットしてくるわ。おはよう、生活大好き、いつもありがとうね。鳥飼ってるよ。あ。おはよう。あ、ドライヤーっすね。髪の毛セットしてました。おはようございます。仕事行かなきゃなんで。僕、ホイミン。僕、悪いスライムじゃないよ。連れて行ってよ。ホイミンの可愛さ異常だよね。まーちゃんはどついらっしゃい。おはようございます。今日も一日頑張りましょう。マジ喉痛えな。
頑張らなくて適当に。いや、僕の頑張るは、癌を張る方じゃないですよ。顔が腫れるで頑張るなんて。笑おうぜっていう。半袖寒いっすね。寒いっすね、半袖。うん、ホイミンの会心の一撃で3しかダメージ与えられなくてかわいすぎる。マジで？ホイミン3なの？ホイミンってそんな弱いんだ。知らなかったな。ドラクエ4やってねえかんな、俺。なんかアリーナ姫あたりが難しすぎてやめたんだよね。勇者までたどり着けなかったわ。病院行かないと。そうっすね。もう、肺炎ちょっとひどいっすね。今日病院行きます。仕事終わったら、そのまま。うん、彼女が薬買ってきてくれてだいぶ良くなりましたけど、肺がやばいっすね。はあ、体壊したら終わりっすからね。アリーナのところは3人いるから進めやすい。どこだったっけな、なんかね、トルネコだったっけな、肺炎っていうかね、今日なんか肺がおかしいんだよ。ぜいぜい言ってて、喘息気味っていうか。うん、お体ご自愛なさってください。ありがとう。風邪ひかれてるかな、風邪がひかれてるかもしんないし、俺が風邪をひいてるかもしんないし、風邪がひいてる、風邪が俺をひいてる可能性もあるしね。うん、難しいよね、日本語って。風がお引きになってる可能性もあるからね。うん、全然わかんないわ。とにかく体調が悪いわ。肺が痛い。まったりだな。今日金曜日か。でもあれだな、水曜日の中休み、もう今日の中休み本当助かったわ。体調すげえ悪かったから。マイコプラズマ肺炎が流行ってますから気をつけてください。それ言われたんだよね今日。マイコプラズマなのかな、熱とか出んの、マイコプラズマって。長引くようだったら病院に続けていかないと。マジで、マジか。病院対応してっかな、調べてみよう。マイコプラズマ抗生剤必要なんだ。咳が止まんないんだよ、ぜい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 。新宿駅前クリニック、熱も出ますが、レントゲン取ったら肺が真っ白。マジで？新宿駅前クリニック。皮膚科、内科、風邪、インフルエンザ。内科があれば対応してくれるかな？うん。内科があったら対応してくれるかな？
丈夫かな。内科で大丈夫。ちょっと行きつけの病院行ってくるわ。風邪で流行ってるって伝えれば対応に。ああ。うん。行ってくる。10日も肺が痛いんだ。息子は2回なった。すまん。耳鼻咽喉科は、ないね。ここ対応してないね。呼吸器科もいいんだ。でもね、なんか新宿3時間ぐらい並ぶんだよ。3時間ぐらい待ってすぐ終わるから。だから仕事が夕方4時、4時ぐらいに終わるんだけど、行けるね、病院が少ないんですよ。仕事やってると。ていうか土曜日、日曜日も開放してほしいよな、病院とか。働いてる人、ほんとどうすりゃいいんだよっていう。働き始めてわかるよね。何もできない。役所も閉まってるし、病院も閉まってるし、まず困るよね。あ、そうなの。最近増えた。ちょっと考えてほしいよね。病院はやってないとダメでしょ、完全に。そう、気管支炎、もともと喘息持ちなんですよ。で、多分なんだけど、熱とかないし、あんまり、ないから、多分なんだけど、肺炎になってるね、今。冷房、暖房つけ始めたんですよ、今日。で、乾燥してて、ヒューヒュー言うんだよ、体調悪くなると。肺が痛くて痛くて。これ多分、翼脳菌が出てね、緑色の痰が出るんだよ。早めに対応しないとね。でもだんだん頭痛くなってきたしさ、風邪ひいたのかな。ああ、そういえば思い出した、ノンタン 2,3 日前風邪ひいたって言ってたわ。これノンタンの方がうつったんだろう多分。気管支膨張剤は必ず処方してもらえる。肺弱いんですよ。いや、子供の頃病弱でずっと入院してたんだよね俺。小さい頃、もう幼稚園行く前ぐらいはもうずーっと入院。実は超病弱なんですよ。頑丈そうに見えるでしょ。繊細なんですよ、ワドちゃん。ワドちゃんマンは。でもね、最近ね、ここ2、3日、ウナのモノマネができなくなってたの。ちょいちょい俺の放送、ウナのモノマネやるんだけど、あのよ、ああ、とか、声が出なくなってたの。おかしいなと思ってたんだよね。だから、ウナのモノマネができなくなったら、風邪をひいた兆候かもしれないよ。ゲルゲ、ゲルゲ、ゲルゲ、できない。乾燥でウイルス性飛沫感染か。なんだろうね。そう。超病弱、超アレルギー体質。いや、ガキの頃運動嫌いだったのは多分それがあるんだよね。似てる？普段もっと似てるんだよ。あのよ、おダメだ。喉に負担が。多分ニコ生で一番ウナのモノマネうまいの俺だと思ってる。そうだね、早く直してお披露目しないとね。うなちゃんマン完コピしてるかんな、俺。呼吸器系の薬最近よく聞くからもらえるといいね。そうだね。肺がどうにかなればなんとかなると思ってる。肺だね、これは完全に。肺がやばい。
あとダイエットしようかなと思ってんだよね。なんか体重測ったら人生の記録更新して今75キロあんだよ。 75.9 かな。ちょっとやばくね。太りすぎなんだけど、もう腹がやばいんだよ、ダブンダブンで。1ヶ月前が68キロだから、いや65キロぐらいまで落としたのか、超太ったんだよね。ちょっとやばいっすね。人生最大級に太ってますね今。やばい、マジでやばい。昔の印象より痩せて見えるのは錯覚。多分あれじゃないかな、多分ね、顔がむくんでないんだと思う。お酒で太ってたから、あのバー配信やってたから酒でむくんでたんだよね、ずっと。だからそういう太り方じゃないんだよ、多分それだと思う。うん、腹に肉がついた。そうそうそう、てか全体的に太った感じかな。そんな感じですね。カレーかな。それはあるな。もうおっさんだからな。運動してないし。でもすごいよね。肥満になる動物は人間だけだからね。その辺考えていかないとね。新しいフォロワーさん紹介します。メロンパンダさんフォローありがとう。低燃費さん、え、嘘、低燃費って激太りしてんのマジで。え、それどこで見れる、マジで。あのガリガリの低燃費が嘘でしょ。え、それどこで見れる、ツイッター。最近そういえば顔見てねえなと思ったら、それ見たい。え、どこで見れるんだろう、ツイッターねえな、どこで見れる。あ、いた。低燃費。ツイッター見てみよう。非公開かよ。非公開かよ、お前。マジかよ。低燃費太ったんだ。ツイッター？え、なんて検索すれば出てくるんだろう。URL くんね、誰か。URL 欲しい。うん。見れねえんだ、見れねえ。本人のツイート非公開だから見れないんだよね。あんなにスタイル良かったのにね。超巨乳だからね、低燃費。ビビるよ、あの巨乳。ガリガリで巨乳だからね。どうなってんじゃん、お前の体みたいな。太っても普通ぐらい。多分そうだろうね。わかんない、激太り。俺の中でエミさんの整形もちょっとびっくりしたんだよな。あの石川紀之の放送でエミさんの整形はマジでビビった。もともと綺麗なのになんで整形すんのと思って。10キロ増か。10キロ増だとだいぶ見た目変わるだろうね。ちょっと僕は発見できなかったっすね。10キロ増えてもガリガリだったからちょうどいい気がする。女の子はね、ちょっとぷっくらしてた方が可愛いかんね。絶対そうだと思う。
あとリップクリームを買わないとな。この時期は唇がすごい乾燥するから、リップクリームが欲しいね。あれ、ふわっちって振り込みいつだっけ？月末締めの振り込みいつだったかな？ふわっちどっかに書いてねえかな？10日だっけ？翌10日だっけ？潜ってる人多いね。うん、ロム線多いんだよね。当月末までして12月12日に振り込まれんだ。おお。BGM、 そうなんだよね。これしか基本的には使ってないね、俺は。ループだね。ループループ。おへご、レクチー。久しぶりだね。お前、あれだろ。最近俺の放送見ねえで、ゆいがさんの放送入り浸ってるだろ。全然コメント打たないじゃん。どうした？12月は土日挟むから12か。じゃあ10日だね、基本的に。今月マジでがっつり稼ごう。稼ぐ気満々だからね、俺。うん。パイセンにハマってました。正直でよろしい。パイセン面白いよな。パイセン面白い。俺も実はよくロムってる。ロムってるというかコメント打ってるね。はい、ワドーいらっしゃい。ワドーは、正直、あれだな。眼中ねえな。うん。うん。さすがでしょ。そこはあれだからね、やっぱ配信者だからね、修羅場をくぐり抜けてる。りんたろうさんいらっしゃい。初見さん楽しかったらフォローしてください。コメントありがとうございます。パイセン面白いよね。やっぱ大手になる配信者は雑談力がずば抜けてるよね。うん、あのレクチがハマるのわかる。やっぱうなちゃんまにしかり、ゆいださんにしかり、ずば抜けて面白い。まどさん仲いいんですね、パイセン。いや、仲いいっていうかもうほんと先輩って感じだよ。うん。まあ、あの、ゆいが先輩からしたらまあ雑魚扱いだよね。でも普通にコメント読んでもらえるよ。まどいらっしゃいっつって。お、ファンファールさんバーガーありがとう。おはよう。自分コレコレさん面白い。あー、コレコレ人気だよね。バケモンだよな、あいつ。本当にすげえと思う、コルコルは。人の集め方が尋常じゃない。コルコルの放送あんまり見たことないな、俺は。なんかキッズ向けって感じがするな。うん、キッズ向けな感じがする。ピケるタイミングとか笑っちゃいます。わかる。だからよ、俺を詰めてもよ、しょうがねえだろ。それをバカにしたのはよ、うなじゃねえかよ。なんでおめえは俺のこと詰めんだよ。なあ。だからさっきから言ってるけどさ、俺は悪いと思うよ。うん。だから、でも配信者は配信者でネタを作ってるわけだろ。だから、俺じゃねえだろ、それを言ったのよ。この前めっちゃ面白かった。なんか、うなが言い始めたことを、なぜかパイセンが詰められるっていう。うん。面白いよね。超面白いよ。うん。
今日も仕事っすよ、天達さん。仕事っすよ。頑張りますよ、僕は。頑張ります。お、ナウシカさん。なんかナウシカさん、サムネ変わんの早すぎねえか。風船ありがとね。気づかなかった。ありがとう。頑張ります。配信終わったあたりに DM しますね。OK。そうだね。OK。そうして。ナウシカさん、ういっすういっす。おはよう。ういっす、ういっす。おはようございます。あ、ていうか別に今送ってもいいよ。今送っていいよ。配信料応援します。ういっす。あざっす。っていうか、これマジの話すると、ネタでも何でもなくて、マジの話すると、俺来年の頭マジで、旅に出るかもしんない。来年の頭。遅くても春頃。俺マジの予想すると、ふわっちで多分食っていける。ちょっと自信ある。流れ的に、この振り込まれ方っていうか、アイテムの入り方おかしいから、俺多分食っていけるわ、ふわっちで。だから、15万給料が取れるようになったら、食っていけるようになったら、そのまま旅行くね。だからマジで応援して、ほんと。風船お願いします。ステッカーとかはやんない。もう、配信1本。いくら稼いでるんですか？配信始めて、ふわっちで配信始めて1週間なんだけど、いくらだと思う？配信始めて1週間でどれくらいだと思う？予想。りんたろーさんいくらだと思う？配信ふわっちで始めて。帰ってからも配信する予定ですね、天達さん。ステッカー売るのは俺嫌いなんだよね。なんかステッカー屋さんじゃないから、配信者は。アクティブも高いよね。すごいいいよね。80人とか100人とか普通に行くからね、平均で。3.5万、いい線つきますね。じゃあ、特別に公開しましょう。昨日配信休んだから、2日間の放送で14,854円。2日間やって1万5000円しか稼いで、今トータル1週間で4万3000円ぐらいか。いいでしょ？いけそうじゃない？いけそうじゃない？マジで配信業成り立ってきたよね。いや、マジで感謝してる。本当に。で、このまま世界回れっかんね。マジでこの勢いだったら。だから、彼女の家に全部荷物預けて、そのまま旅に出ようと思ってる。来年。マジで、応援してくれる人、よろしくお願いします、ほんと。盛り上げてこう。毎日やれば30万くらいでさ、でもね、半額、半分が手取りだから、15万はいけるんじゃないかっていう。それ書くか。まずは北海道。いや、東京からそのまま千葉、茨城ってこう、ぐるーっと北海道まで行って、で、今度南下する、外側から南下していって、で、沖縄まで行って、ぐるーっとまた登っていくっていう、その、なんつうの？右回りっていうの？左回りか。旅出て配信ですね。それ僕の夢なんで。オフ会とかするするっていうか、もう全員会う。冬に北目指すのが面白いんじゃ。まずは北海道を目指すね。おお、ありがとうございます。なめだるまさん、ありがとうございます。行きます。なめだるまさん、僕の配信を応援してくれて、本当に、ありがとうございます。よし、朝一いいね。移動はね、もうこだわらない。もうとにかく俺は歩き、
ヒッチハイク、電車、飛行機、その時その時で考えますね。なんかもう花火されたらスクワットするのがもうだんだん慣れてきたよ。筋肉痛がずっと残ってる感じ。一石二鳥やね。うん。ありがとうございます。大好きさん、今日出会ったけれども、これこれが好きなんですね。これからも和道の配信よろしくお願いします。風船あり、花火ありがとうございます。あざーす。これね、結構ね、連続で来ると地味に効くかんねあのアンチも喜ぶ配信だから。あざーす。超ウケた。うん。超面白い。あざーす。おはよう、マリン。おはよう、おはよう。トークフリーさん、おはよう。うん。よいしょ。いやー、こうやってね、みんなが応援してくれるとね、俺ほんと夢に向かって、でもね、これマジの話をすると、あのね、その旅配信は人気が出ねえよとか、いろんなこと言う人いるんだけど、俺は違うと思ってんの。あの、俺は本当に電波少年みたいに、なんか感動を呼ぶ配信が本当にしたくて、あの、2年間かけて世界を回ったらさ、そう、そうそう、レッツノートも揃えないといけないし、バッテリーも揃えないといけないんだけど、だけど、その、なんつうの、俺は旅行がしたいわけじゃないの。これいつも言ってるんだけど、旅がしたいのね。あの、旅と旅行何が違うかっていうと、旅そのものって不便なことを味わうために昔の人は旅をしてたの。不便なことをすることそのものが旅だったのよ。苦労を知ること。だから、本当に、15万で旅配信するって言っても、本当満喫に泊まってカップラーメン食うみたいな生活になると思うんだよ、本当に。寝袋持って外に泊まるとか、リスナーさんに充電してもらうとか。そういうなんか苦労をすることで人間を磨きたいんだよね。本当に俺が泣いたり笑ったりとかあんましない性格だから、自分を逆境に追い込んで、俺が見る世界をみんなと共有したいんだよ。うん、前例ないくらい出る杭出すぎてほしい。初見さんいらっしゃい。リロブキシさんいらっしゃい。ブキシ、リロさんって呼ぶわ。リロさんいらっしゃい、初見さん。楽しかったらフォローしてください。和道さんの旅配信面白そうだね。水曜どうでしょう的なの楽しいですね。そう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 。昔のテレビ、やっぱ俺、テレビ文化の人だから、昔のテレビは面白いっていうの確信あるから。なんか、その、現代で生放送できてはいるけど、もっと企画力とかを、磨くべきだと思ってるし、そこら辺はね、なんつうんだろう、もっともっと派手にやっていいんじゃないかなと思ってんだよね。和道さんから見た各種の表現が楽しみ。そうそうそう。っていうかもうダイレクトに、伝わるわけじゃん、こういうのって。なんていうのかな。
その同じ景色を俺が見える景色をみんなに見てほしいんだよね。でカメラって面白いけど、見え方が全然違うんだよ。本当に映す人によって全然違うんだよ。そこをね一緒に味わいたいの、そう。あ、この人がこうやって配信するとこんな見え方なんだみたいなね、新しい発見がいっぱいあるんだよね。だからそれがね、映画を作る、映画を作る訓練にもなるし、近くに来たら差し入れしますね。あったけ、いいね。ぜひぜひぜひお願いします。もうみんなでさ飯食おうぜ一緒に。ありがとうございます。リロブキシさん、リロブキシさん見えてます。あなたが、くれた花火で僕の太ももが今ビンビン言ってますよ。見えてますか？きついですよ。旅配信頑張りますので、よろしくお願いします。あざす。よく旅配信なんて他の人がやったからとか言うやついるけど、配信者変われば同じ道でも目線変わる。そう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 。ただね、やればいいってもんじゃないんだよ。どこを拾うかなんだよ。ただね、旅配信すりゃいいってもんじゃないんだよね、本当に。応援しますね。ありがとう、本当に。嬉しいっす。頑張ります。あ、フォロワー増えましたね。リブロクシさん。リロブキシさん、本当にありがとうございます。リロさん、ちょっと俺滑舌悪いから、リロさんあんま言えないけど。リロさんありがとうございます。頑張ります。うん、嬉しいな、朝から頑張りがいがあるわ。あとやっぱ本ちゃんは日本はまず、おお花火ちゃんおはよう。さっきね花火ちゃんのスクワット目線の名前言われたくないので風船で失敗したな、うん、おはよう花火ちゃん。花火ちゃんってこれさ、サムネ本物なの？風船ありがとう、風船ありがとう、風船ありがとうございます。花火ちゃんこれサムネ本物なの？ツイッター見てて美人だなぁとか思って、台湾って書いてあったから、うん、今日もお仕事頑張ってきて、頑張る頑張る。あ、違うんだ、台湾の子美人な子多いよね。俺台湾はすげえ、本当に台湾行ったらマジで震災のお礼言おうと思ってて、マジで熱い国だよ。あそこは日本がさ壊滅しかけた時にさ100億速攻でくれたし、そう、戦争のことを謝るのとね、震災のことをお礼言うのはね、日本人として必ずやんないといけないと思ってて、うん、日本が好きだって言ってくれる国は嬉しいかんね。花火ちゃんって男の人？ん？いや、どうなんだろうね、わかんないけど、ネットだからさ詳しいことはわかんないけど、さっきね花火ちゃんがどっかのフォロワーにいて、そう、美人だなぁと思ってうん、台湾は親日で優しいらしい。ありえないよね。うん、そういう国を大事にしていかないとね、うん、俺は台湾の人大好きだよ、うん、花火ちゃんの名前がふわっちゃないと期待させちゃういや俺は別にそんなは思わないけど、
ふわっち向きの名前かもしんないよね、確かに。まず頑張って稼ごう。夢はね、見るもんじゃないかんね、叶えるもんだかんね。そうだね、やっぱね、ファンをね、和道の放送面白いじゃん、支えてやるよっていうね、恰幅のいい人たちがね、集まると面白くなりますよね、配信は。気合い入れてやってかないと。ともともさんいらっしゃい。和道です。よろしくお願いします。雑談配信者4年目です。面白かったらフォローしてください。お願いします。やっぱ旅はいいぜ。男のロマンだよ。半袖寒そう？そう？全然寒くないよ。全然いい感じだよ。旅はロマンでしょ。旅っていつでもできるように見えて、実はさ、足腰整ってないとできないからね。夢を現実化していく人を応援したい人だわ。夢はね、見るもんじゃないんだよ。日本人の夢って辞書で引くと面白いんだけど、寝てる時見るものってまず一番上に出るんだよ。日本人にとって夢って言葉って寝てる時に見るもの。つまり寝言って意味なの。叶わないことって書いてあるの。でもね、アメリカの辞書引いて、アメリカの国語辞典でドリームって引くと、叶えることとか叶うことって書いてあるの。だから、俺はそっちを採用してる。俺は夢は今までいくつもあってきたけど、全部達成してきたの。人が想像した夢っていうのは絶対叶うんだっていうところを、子供たちに見せてあげたいんだよ。うん。ね。日本人とアメリカ人の夢の解釈が全然違うんだよ。そう。会社を起こそうと思ったら超苦労したけど、社長になれたし、ね、ネットワークビジネスやってた時は、ナンバーワン取ろうと思ってさ、ナンバーワンにはなれなかったけど、売上4800万、会社内で7位、5カ国まで、その売上伸ばして、固定収入も取ってたし、人間やる気になれば何でもできるから、ライブハウスで音楽で飯食ってくっていう時はライブハウス作って、プロアーティスト7組ぐらい出てるし、人間ね、俺はね、夢を叶える力持ってるから。なんでか教えてあげようか。絶対諦めないから。どんなに批判されようが、どんなに否定されようが、俺は諦めない。夢を諦めなければね、夢の方から近づいてくるから。ドリームと聞いてドリームジャンボが一番目に浮かんだ。旅行ばっかしちゃって気持ちが老けたかもな。いいんだよ。旅行は旅行で楽しいことだから、それでいいの。俺は旅がしたい。俺は苦労がしたいんだよね。だからね、可愛い子には旅させろっていう、あれは苦労させろってことだからね。ともともさん、ありがとう、フォローよろしくお願いします。うん、だから俺らはこんな日本でさ、夢を叶える側の人間になろうぜ。夢を否定するやつはね、日本人って夢否定するやつ多いけど、そいつらの言うことは聞かない方がいい。なんでかっていうと、その人が夢を諦めたからの。だから夢って言葉を聞くとアレルギーが発火するの。だから夢は叶わねえよとか、夢見てんじゃねえよっていうの。夢を叶えてないからなの。だから俺は夢を見てる子供たちがいて、話を聞いた時にその夢叶うよっていう大人になりたかったの。だから俺は夢を叶える側で言い続ける。そう。でもそれには責任が伴うんだよ。そう。行動することと、結果を出すことと、確実に叶えること。あ、ニコ生結構長かったんで、ニコ生3年ぐらいやってるんで、ともともさんありがとう。よろしくお願いします。むしゃくしゃすると住んでる場所から遠くに遊びに行く。いいね。いいよいいよ。世界は広いかんね。だから、夢を叶える側になるといろんなもんが見えてくるの。夢を叶えるとね、いろんなものが見えてくる。これ本当に生きた経験だから言うけど、俺ね、そこで真面目な話だから BGM 切るね。これどういうことかっていうと、俺、子供の頃から音楽が大好きで、バンドが大好きで、
プロアーティストになりたいわけじゃなかったんだけど、音楽業界で飯食うっていうことを14歳の頃からコミットメント、みんなに言ってたの。友達にも、クラスメイトにも、親にも、全員に。なんでかって言ったら言わなきゃ叶わないと思ってたから、自己洗脳じゃないけど、常に言う癖をつけてたの。そしたらね、親戚の正月の飲み会で、親戚、母親が泣いてて、何言われたかって言ったら、このバカ息子がって。こいつ音楽で飯食うとか言ってて、お前の息子クズだな、みたいな。一族の恥さらしだな、みたいなこと言われて、母親が泣いてたのよ。で、俺はその中学の時にその話聞いて、大丈夫っつって。俺が絶対、そいつら手のひら返させるから、マジで見とけって言ったの。で、19歳の時にライブハウスで、ね、飛び入りで、地元にライブハウスができたって言ったから、俺、バイトをその日に辞めて辞表を出して、次の日には朝一番にどんどんって、で、ガチャって開いた瞬間に土下座して、便所掃除でも何でも構わないんで、給料もいらないんで、働かせてくださいって言ったの。俺、その3日後店長を任されたのよ。がむしゃらに働いて、お前だわ、っつって。お前店長やれ、っつって。で、お前の好きなように経営しろって言われて。で、その時に、ね、友達も、にも言ってたじゃん。ライブハウスで、じゃあ音楽で飯食うって。そしたらバカにされてたの。で、たった6人だけ俺の夢を信じてくれてさ、お前夢叶えの応援するわ、楽しみだわって、絶対やれよっていうヤンキー友達がいたの。6人だけ。今でも忘れない。名前は言わないけど。でも他の奴らは絶対、もうバカにしてた。笑い物にしてたの。ね。ライブハウスいざ開きました。どうなったか。うん。俺のことバカにしてた奴ほど店に来たの。俺のことバカにしてた奴ほど、こいつ俺の友達なんだよ。こいつすげえだろ。19歳で店長だよって。俺こいつすげえと思ってんだって。バカじゃねえのと思ったよ。受付で。こいつ俺の友達だから安くしてやってよとか言って。腐ってんなって思ったの。そんなのもずっと。要はね、人の夢を否定するやつっていうのは、結局現実しか見えないやつなの。そいつが本気でやってるかどうかじゃないの。中学生の俺しか見えてないの。俺は未来を見てたの。だから、中学生で同じ目線、今しか見えないやつは適当だから、お前には無理だよっていうの。夢を叶えないやつの特徴これだから。で、現実店長になったら現実しか見えないから、こいつ昔からやると思ったとか、こいつすげえだろっていうバカなこと言うの。耳傾けんな。お前の夢潰すやつの耳傾けんな。お前が夢を叶えたいんだったら、お前が叶えるんだから。そんな奴らに夢振り回されんなよ。絶対叶うから。俺は知ってるから。で、親戚もすごいすごいって遊びに来たの。うん。ていうか 99% そんな人間ばっかりだから。ほとんどの人間がそんな人間ばっかりだから。でね、俺感動した話もう一個あるんだよ。俺が6人の友達に来てもらいたくて、でっかいイベントがあった時に招待したの。6人の友達に電話かけたの。なんて言ったか。うん。おめえが夢叶えんの分かってたから、って。俺らはって。お前が音楽業界で飯食うの分かってたから大丈夫だよって。うん。俺らが行きたい時に行くから、そのまま突っ走れっつったから、その6人は。これが本望だから。そいつら全員100万単位で稼いでるわ、今。そういうもんだから、マジで。で、ネットワークビジネス始めた時もネズミ子を始めた、クズだって言われたけど、結局俺が稼いだらやらせてくれ。俺も和道みたいになれるかな。ふざけんなよ、3年後。俺が数字100取れるようになったら俺もやりたい。甘くねえわ、そんな。配信もそうだから。俺はずーっと大手になれない。1000人もコミ登録ない。アクティブ100超えることなんか絶対ないって、初期のリスナーなら知ってるから。ずーっと叩かれ続けてたから。でも、やればできるから。うん。やればできるから人間。だから俺は絶対夢叶えるから。だから、よろしく。最後よくわかんないけど、みんなよろしく。今信じてくれてるみんなは絶対裏切らない、俺は。みんなに和道はやるやつだよって、今だから応援してくれてるわけじゃん、こうやって。俺はそういうやつ裏切らないから。うん。いいもん見せるから、絶対。みんなを期待絶対裏切らないから。うん。すいません、熱くなりました、明日から。うん。うん。俺はやるっつったらやるから。死ぬまで諦めないから。うん。俺は何回もそういうのを見てきたから。体験してきてるから。できない奴の言葉は聞かない。できる奴の言葉だけ聞く、俺は。自分が憧れてる人の言葉しか聞かないから。超偏屈人間だから。うん。やるよ、俺は。やるまで諦めねえだけだから。
そう。だから夢をバカにするやつ嫌いなんだよ。うん。本当に嫌いなんだよ。俺がね、好きな本で、夢は逃げないって。逃げるのはいつも自分だっていう言葉があるの。これ高橋歩さんっていう人なんだけど。そう。夢は逃げない。逃げるのはいつも自分だって。だから夢から逃げたやつの言葉は俺聞かないから。うん。お前の思考は素晴らしい。なんだこいつ。どういうこと？どういうこと？お前の思考は素晴らしいけど、夢の設定が低いから、叶ってるんじゃねえのか。お前じゃあ19歳で店の店長やったことあんの？22歳で売り上げ4800万年商で作ったことある？うん、ないだろ。お前に言われたくないわ。うん。うん。19歳でお前店任されて経営全般やったことあるか？ねえだろ。ぐだぐだ言うな。くだらねえ。だいたい俺に歯向かってくるやつ、俺より実績残してねえから。うん、夢を追いかける彼女はそんなところが好きで、そんなところが嫌いなんだろうね。どうなんだろうね。わかんないけど。うん、俺はわかんないな、そこは。ただ彼女はすごい大事だね。うん、要はもし今俺が喋ったことが胸に刺さって、要は耳が痛いやつは夢から逃げたやつだよ。うん。熱くなったやつは夢叶えようとしてるやつだよ。聞いてて耳が痛いやつは夢から逃げたやつだから、うん、全部自分に返ってくるぞ。生き方は他人の言葉をどう捉えるかなんか自分の器次第だから。そう、耳が痛いやつはね、多分ねアンチ化すると思う。でも確実に今夢を追っかけてたり毎日一生懸命生きてる人には届くと思ってるから俺は。うん。あ、いいんだよ。男だから。男の子はバカなんだよ。男の子はバカなの。うん。それでいいんだ、うん。多少でも成功体験あればわかるだろうね。うん。閲覧100、イエーイ。ナウシカイエーイ。うん。そう。俺は、誰かに届けばいいと思ってる。うん。うん、だって、夢から逃げたり現実から逃げてるやつと俺友達になれないもん。だからここでアンチコメントする人がもしいたとしても、俺は実際そいつと飯食うこともないだろうし、うん、だから別に構わない。届くやつ、響くやつ、うん、夢叶える大物たちと未来の成功者たちと俺は仲間を作っていってるだけだから、うん、言霊あるよ。俺は言霊使えるからね。俺は言葉は俺の最大の武器だから。うん、だから競争って言われてたわけじゃん。俺は人の心を動かせるんだよ。なんでかわかる？言葉よりも気持ちが乗っかってるからだよ。言葉そのものに意味なんてないんだよ。ここに魂込めることができるんだよ、俺は。そう。最終的には言葉すらいらなくなると思ってる。うん。そう。浅井さん見たくない。言葉の意味がわからなくても人を動かせるようになるんだよ。うん。それがパワーで人間が持ってる。本来ね、バンドマンのボーカルっていうのはこういう力持ってないって意味ないんだけどね。アーティスト、ボーカルは特にそう。うん、うん、ボーカルは言葉で人の心を動かせる人だから、心の扉を開かせる人だからね。うん、うん、俺はコミットメントして追い込むタイプですね。自分でケツ叩く。秘めてもいいと思う。ただ、その気持ちから逃げないことだよね。そう。言葉はパワーだし、人の気持ちもパワーだから。応援してくれる人が増えれば増えるほど強くなれる。うん。うん、それはね、普段あんまこういうこと言わないけど、俺はもう嫌っていうほど見てきたから。浅井さんは？浅井さんは、周りを守るという夢を、違うよ。あの人本気で戦争をなくそうとしてんだよ。この世から本気で病気なくそうとしてんだよ。本当に感じるよ。本気でこの世から戦争と病気なくそうとしてんだよ。そのためだけに生きてんの。
全世界のホームレスをいなくさせようとしてんのよ。だから俺は神だっつってんの、あの人は。うん。あの人は本当に神なんだよ。それだけのために生きてんの。要は自分の目的、叶えたい夢がでかいんだよ。超かっこいいよ。あんなにかっこいい人いないよ。ゴッドだよね、ゴッド。だからみんなが浅井さんの気持ちに少しでも触れたら本当に戦争と病気なくなるんじゃねえかと思ってるからね。うん、あったけえよな。うん、あとね、先輩から教わったことがあるんだけど、あの仕事をしてるその時に教わった仕事で、できないやつほど金の話をするんだって。コミッションっていうのね、英語だと。要はコミッションはいくらですかって、要は給料いくらですかって。給料のことコミッションって言うんだけど、コミッションのこと聞く仕事で、まずコミッション手取り何パーですか、給料いくらですか。こういうやつらは仕事をしてるんだ。使えることをするやつはコミッションの話すると。俺らは仕事、要は使命、ミッションをやるんだって。俺らは何をすべきか、何をやるのか。ミッションで動こう、コミッションで動くな。うん、ミッションで動けば人は動いてくれるっていう。何を達成するための、何が目的なのか。うん、ミッションで動こうぜっていうのはとにかく言ってた。コミッションはいいと、金なんかで動くなと。うん、それは貧乏人のやることだし、かっこ悪いと。侍とかそうでしょ。侍はだから命使うわけじゃん。ミッションで動くわけじゃん。国を取ろうとかさ、国民を守ろうとか。武士ってミッションで動いてた。給料で動いてなかった。だから俺はコミッションの話するやつは信用しない。ミッション。何を達成するのかだけ見る。そいつが。そいつがどこ目指してんのか。そいつはどれくらいの馬力使ってんのか。そう。使命。命を使うことって書くんだよ。ミッション。使命持ってる、みんな。何のために命使うか持ってる。使命大事だよ。俺はだから、今の使命は旅ですよ。みんなと一緒に世界回るんだ。それが俺の使命だ。そこに命使ってますよ。今の若い子は現実主義になってきてるのは今の大人のせいだと思う。その通り、その通り。だから俺はそこ戦ってんのよ。今の子たちが、いや、和道みたいな生き方してえわ、とか。なんだ、遊びで稼げんじゃん、って。遊びっていうのは、勘違いしないでほしいんだけど、本気で遊んでるから、俺。本気でやってるから。そう、使命。レクチがもし、本気で使命を持ったとき、命を使うことを思ったとき、お前のギターは輝くよ。うん。そう、ミッションのためのコミッションなんだよ。そう。そういうこと。だから、コミッションのためのミッションじゃないの。金が先行はダメなの。道具だから、コミッションが。ほんとそう、贅沢人。おはよう。いいね。ほんとにそう。ミッションのためのコミッションだから。そう。順番間違えたらダメ。うん。俺はコミッションじゃ動かねえから。手堅い職目指す進路を行くのが悲しい。別にいいんじゃないの。だけど、年取った時に泣くのは自分だから。うん。俺は楽しい未来しか待ってねえぞ。うん。配信で、もうね、好きなことやって毎日ゲラゲラ笑って、フェラーリ乗り回して、ね、好きな温泉行って、時間拘束されないから配信者は。好きなことやってるのを垂れ流すだけだから。うん。笑顔を見せたり楽しんだり、喜怒哀楽見せるのが配信者だから、俺はやりたいことをそのままカメラが追っかけてる感じ。俺っていう一枚のフィルム。俺が主人公ね。監督も俺。シナリオライターも、ファイナルカット券も全部俺。で、カメラマンが追っかけてるだけ。カメラマンも俺なんだけど、悲しいことに。うん、そう。俺っていう一枚の映画だから、うん。そう。その、俺の今喋ってることが分かったやつだけ俺の映画の意味が分かるよ。俺は映画を作るの意味が分かるやつがいるよ。うん。だから実は今映画作ってんだよ、俺。うん。まだ完成してないだけで。うん。だから映画はさ、後回しだっつってんの。うん。いいね。うん。やりたいことやってるのが一番かっけえから。
それは金じゃ買えないからね。今日東急ハンズ行かねえとな。東急ハンズでこれ配らないと。和道ペンダント大事、なんか待ってる人がいるからさ。ネックレス楽しみにしてくれてる人がいるから。15万こじってないですよ、僕。15万こじってないですけど。うん。あなたにとってこじきって何ですか？僕がいつこじったんですか？うん。こじってねえだろ。おい、行ってらっしゃい、モヌさん。俺もこの後仕事行くよ。今日も頑張りましょう。俺は仕事として配信やってるの。舐めるなよ。うん。俺は仕事として配信やってるから。こじってるわけじゃねえわ。ビタ一文払ってね、傍観者が文句言ってんじゃないよ。うん。金も払わねえやつほど文句言うから。だったらてめえで配信で稼いでみろよ。お前じゃ無理だよ。お前に金投げるやつなんかいねえよ、クズが。何の仕事ですか？うん、作業所だよ、これから行くのは。エミちゃんおはよう。ここ情熱大陸に使われるんだろうな。それは匠さんが録画するかどうかだね。匠さんが録画するかどうかだね。幸せだよ、お前と違ってな。うん。お前はやりたくないことでもやってろよ。愚痴ってろよ、うん、人のせいにしてろよ。環境のせいにしてろよ。嫁も子供もいねえのかわかんねえけど、嫁とか子供とか親とかのせいにしてろよ。おめえとは違えんだよ、バカが。俺は幸せだよ、お前と違ってな。作業は何すんの？俺はね、LINE スタンプとか作ってる。うん。まあ、クラウドファンディングだよね。もう完全に。うん。クラウドファンディングだと思うよ。生放送での、あの、投げ銭は。うん。その分、世界を見せるってことで返してもらう。そうだね。うん。お前見なくていいよ。うん、俺の放送見ても辛いだけだよ、うん、俺あんたと関わる気ないから悪いけど、うん、人の夢をバカにするやつ俺嫌いなんだ、うん、悪いけどどっか行ってくんね。本当悪いんだけど俺お前の考え方嫌いだわ、うん、いつか夢に笑われるよ、うん、お前の大好きな現実でも見てればいいじゃん。俺は夢叶えようって、応援しようってやつが好きだから、うん、全然あれだよ、豚とか育ててるところとかあるよ、ネパールで。あ、キュアさんありがとう。もしよかったらフォローしてください。初見さんありがとう、コメント、うん、いや普通の株式会社だよ。単純にアニメーション作ったりとか、イラスト作ったりとか、うん、マップ作ったりとか、サイト作ったりとか。A 型作業所はもう給料払ってるから、普通の実務やるから全然。うん。あと T シャツとか作ってるよ、 MK さん。
時代じゃないよ。作業所 B 型とかは、まあ、軽作業もありますよ、正直。軽作業もあるけど、それは人によってっすね。うん。ミシンでバッグ作ったり、名刺入れ作ったりとかしてるし、いろんなことやってますよ。軽作業もあるけど。人の能力、その人の能力によって仕事の振り分けをしてますね。うん、今、コーディングを覚えてます、僕は。うん。そうだね、本格的に配信業だね。うん。俺はいけると思ってる。そう、仕事行く準備しねえか。今日昼何食おっかな。太りすぎたんだよな。また桜水産かな。何をしてる時が一番楽しいですか？もちろん配信ですね。もちろん配信です。僕のライフスタイルなんで。僕のライフスタイルですよ、配信は。おい、行ってらっしゃい、頑張ってね。尾藤さん、ありがとう、いつも。頑張ってください。桜水産定食、てかボリュームがやばい。味噌汁、米、たくあん、卵、海苔は全部食べ放題の。だから超腹いっぱいになるね。おかずは正直ね、そんなうまーとかいうものじゃないんだけど、普通に無難なフライとかなんだけど、普通に500円であの量は。あ、キワさんハートありがとう。あざーす。あれはすごいね。正直。正直マジでやばい。うん、ありがてえ。500円で腹いっぱい食えるからね。まあ、そのせいで激太りしてるんだけど。マジで太った。うん。うん。マジで太ったね。うん。あ、応援よろしく。キュアさんフォローして、フォロー。フォローボタンっていうのがあるから、どっかに。フォローボタンを押して。そしたらこの放送見れるから。フォローありがとうございます。フォローありがとう。誰かな？キュアさんフォローありがとうございます。私です。これからいろいろ覚えますね。ありがとう、キュアさん。ありがとう。うん。
おい、ワズツー、ニトロさんおはよう。ニトロさんおはよう。おい、モグタン風船ありがとう。おはよう。おはよう。もうすぐね、仕事に行っちゃうから、あと十何分で終わりだけど、楽しんでてください。バーガープレゼントありがとうございます。バーガープレゼントありがとう。バーガープレゼントありがとう、MK さん。ありがとうございます。今、弁当太郎さんのところでコメント枠見てる。弁当さん枠遊んでる。うん、次は配信いつ予定ですか？夕方っすね、僕は。毎日放送はやってるんで。バーガープレゼントありがとうございます。バーガープレゼントありがとう。アザース。便所さんのところで挨拶してきたわ。ただいま。どうも。いやー、仕事だ仕事。気合い入れてこう。なんか職場でさ、お金貯めようと思って缶ジュース買うのもったいないから万宝店のココア買った。おはようございます。どうもどうも、おはようございます。万宝店のココア、これ1個300円だったかな。300円。あ、スプーン持ってかねえとな、忘れてた。スプーン持ってこう。これを飲みながら仕事頑張ろうと思って。太るんだよな、だから太るんだよな。節約ですよ。ココアを飲みながら仕事してきますよ、今日は。ペットボトル150円。高いよね。なんだかんだ、やっぱそういう積み重ねじゃん。1日1本飲んだらいくらだ？ねえ。4500円？何キロぐらい増量しました？やばいんだよ。今ね、多分なんだけど、予想だと10キロぐらい。多分65キロぐらいまで落ちたんだよ。それがね、75キロまで増量しちゃったから、痩せないとなと思ってる。
5キロ以上増量するときついですよね、体もし。うん、あと臓器がなんかおかしい。本当に臓器がおかしい。なんか、本当体重いし。本当そうなんだよね。あとね、最近ね、スクワットで今リスナーさんにしごかれてるから、ずーっと太ももが筋肉痛なんだよね、お尻と。仕事中プルプルしてる。最近はそんな感じですね。臓器もパツパツだろうね。内臓脂肪がやばいことになってるだろうね、多分ね。体重増加は体全体に負担になってきますよ。前ね、低糖質ダイエットやったんだよ。で、結構成功したから、ちょっと、でもね、食い物を減らすんじゃなくて、やっぱ運動しないとダメだなと思って、腕とか細くなっちゃってるから、ちょっとまたジム行こうかなとか思ってんだよね。やっぱ男は体鍛えないとダメでしょ。体重増やそうかな。てか本当は体重の量じゃないんだよね。筋肉量と脂肪の量のバランスだからね。そこをちゃんと整えれば別に体重増えても全然大丈夫なんだよ。いい体してねえよ。どこがいい体なんだよ。ダブンダブンだよ。全部脂肪だよこれ。ほら。どこがよ。俺顔太らないからお腹やばいよ。いや、おっぱいとかもすごいよ。うん、のんたんに揉まれるもん。彼女に揉まれるもん。うん、私よりおっぱいあるって。スイカだよ。やばいでしょ、うん、マジやばいよ。ただのデブだかんね。マジでやばい。じゃあ今日はそろそろ終わりにします。隠れ巨乳。また夕方放送するんで見に来てください。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとう。お疲れ様です。終わりにします。お疲れ。お疲れ。あきぞうさんお疲れ。レクチお疲れ。タコタコさんお疲れ様です。みなちゃんそよ風大好き。お疲れ様。行ってきます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。